ケインは得点力だけはレバンドフスキといい勝負やけど、それ以外でレバンドフスキとあまりに差がありすぎるメッシシードナのせいでレバンドフスキがどんだけ過小評価されてきたかの証明や。いや普通に守備もするしアシストもこなせる万能型 FW やローンが決定的に足りないだけや。むしろ得点の部分で差感じるわ。レバンドフスキは欲しいところで点取ってくれてた。ケインが入って弱くなったんじゃない、ミンテが入って弱くなったんだよ。昨シーズンと比べて明らかに失点が多くなってる。バイエルンが弱くなったんじゃなく、レバークーゼンが強すぎるだけ定期。得点数増えてるのに勝てないのは守備崩壊してるからだぞ。アジアカップの日本見てたらよくわかるだろそんなこと。ピーク時のバイエルンに比べたら失点増えてるけど、あらば、ダンチ、ボアテング、ラーム、前世紀のやーここ最近の失点数は特に変わらんのよな。平均1試合1失点。まさなおレバークーゼンが強すぎる。連覇ドルトムントより勝ち点ペース早いし。普通にベンゼマ、レバンドフスキの上田はな、ケインも十分すごいが、あの二人の領域には届いてない。バイエルンって10連覇くらいしてるんでしょ？ケインマジで持ってなさすぎる。今はプレミア以外金銭面で厳しいんだよ。バイエルンも数年前から落ち目で昨年優勝できたのが奇跡。今年は運行しつけられたから無理だねう。このバイエルンでもここ数年で一番いい成績で、さらにその上に無敗のチームがあるって、それ他のクラブがどんだけふぬけなんだって話だろ。ケインに関してはそのふぬけどもから稼いでるだけとも言えるし、周りが弱いのはケインのせいではないけど、せっかく他がしょぼいのに突如覚醒したチームが現れて運がないとも言える。